ニャオンがタワーをくれました。ありがとう。お腹すいた。カレー食べてます。昨日作ったって言ったやつ今帰ってきちった。遅すぎ。もう10時。うん、疲れた。もっと早くに配信できると思ったのに、ちょっと眠くなっちゃった。帰ってくるの美味しすぎる。カレーが、私今日昼にもカレー食べて、昼ってか午前中にも食べて、うまーって思ったのに、めっちゃ美味しい今も。ね、美味しい。自分で作ったのに。にゃん聞いてる？ありがとうねタワー。ちょっと待ってね、ご飯食べたら書くね。今日は超汗かきました。もう前髪パヤ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 すぎる。パヤパヤ。うん、楽しみ。逆上がりが楽しみになった。すごく、うん、お腹空いてきました。もう超絶甘いもんが食べたくてさ、マスタバとか買おうかなと思ったんだけどさ、もうマークいると閉まっちゃってたよね。しかも野球、今日ちょうど私が帰るタイミング野球だったもん。あとは一回通してできないとこ練習して、今日の V 見て寝るだけ。寝ないとさ、明日ゲネプロもあるんですね。なのでさ、うん、ドキドキでしたって。うん、美味しい。今日も全部着リハしたよ。全部しました。でもギリギリなんか全部が、楽しみ楽しみ。もうね、一昨日くらいまではね、私初日出れないんじゃないかってくらい、なんかめっちゃさあれだったんだけど、いっぱい練習したな。楽しみになりました。楽しみすぎる。まあこれからちょっとずつ色がついてって HKT の逆上がり公演って感じになるんだろうね。楽しみですね。うますぎ。カレー1日目払ったけど2日目の方が好きかもしれない。そう
そうそう、今日も2回しました。1回レッスン場で通して2回しました。下でやったらきつい。前半曲やばいやばい、怖すぎ。前半曲やば。今日メイクしたんだ。衣装着るからさ、なんかしとこうと思ってしちゃった。こんばんは、だって。こんばんは。このスプーン大きいんだけど、私の口の幅より大きい。こんにちは、だって。こんにちは。うんうん、おいしい。アイチーとサイちゃん公園で逆上がりしてました。だってそうなの。すごいね。疲れた。天神店ができたらって。そうなの。そうなの。え、どこどこどこ。天神コア、もしかして天神コアできるとか。うん、嬉しすぎてめっちゃ頑張れるんだけど。それちょっとだけナルシティのとこ歩くからさ、行けたこともいけない時あったんだけど。そうなの。何なの？これは本当？超嬉しいんだけど。嬉しすぎ。嬉しすぎて落としちゃった。そうなの？どこ？天神来た？わからん。住所天神、中国でも天神って書いてるね。やったー、天神に帰ってきた。調べてみよう。これすごー。そうなんだ、初めて知った。なんだ。パイン、パンとワインの店。明太フランスとワイン合うんだってね。
え、もうできたの？え？もうできてるくない？6月にできてるってよ。私なんで気づかなかったの？え？私いつ行ったっけ最近。え、なんで気づかなかったの？え？悔しい。私全然気づいてなかったじゃん。天神の紳士あたり、天神の紳士服の福太らってどれだ？福太？本当だ。天神さん。インターフェランスあんの？美味しそう。行きたい。行こう。高上がり終わったら行こう。え、この前買ったよ。だって。私全然知らなかったの。ごちそうさまでした。食べ終わっちゃった。美味しかった。ありがとう。食べちゃった。こんばんは。だって、こんばんは。15分経った？まだ？ランキングじゃなくてアイテム買ってます。なんか、はい、パピコ食べたいな。あーピコパピコ。この梨味気になってたやつ。つけたつけた。今日は久々のタワーだ。火がやばい。今日ごめんね、字が下手ピレでした。
タッピデーでした。ありがとう。じゃーん、パピコ。その前にさ、もうさ、お風呂ショールーム終わったらお風呂にすぐ入りたいからさ、お風呂を沸かしてきていいですか？ショールーム中だけど。でもお風呂が沸くまでショールームする。いいですか？私はもうすぐ入りたいです。私さ、髪の毛乾かすのにさ30分くらいかかるからさ、そう、早くしないとね、もう膨大な時間。ちょっと行ってきます。はい、終わり。お風呂の洗濯したよ。その間にアイスを食べたいです。ゆっくり沸きますように、だって早く沸きますように。ハピコがね、私ね、せっかちなんですよ。せっかちだからね、こう、待てないの、この早く。今日の目標はこれからのことを話すね。これからは今10時、もう10時だって。早すぎ。私何時間事務所行ったの？終わって練習したらこんな時間になっちゃった。だから今からお風呂入って、私お風呂早いんだ。で11時にお風呂上がって11時半に髪乾かして、そっから一回通して苦手なとこやって、今日の V があるのね。だからその V を見て、で寝る。だから1時半、1時半に寝る。梨のパピコ絶対食べた方がいいよ。あ、すごい。え、本当に30万ポイント達成したんですか？だって。達成したの？私うまっ。お、達成したの？なんで気づかなかったんだろう。冷たい。梨の果肉入ってる、これうまっ。おいしい。坂本。ほんとだ、見て、達成。やったー。みんなありがとうございます。ありがとう、嬉しすぎるね。ありがとう、本当にありがとうございます。やったー。
アイス達成した。最近はいっぱい達成できて嬉しい、ありがとう。これうまっ。みんなからもらったアイスの件も楽しみです。多分みんないっぱい投げてくれたでしょ毎日。しかも私がいっぱい配信できたわけじゃないからさ、長い時間ありがとうございます。嬉しすぎ、嬉しいやね、ありがとう。楽しみだな、アイスの件。あ、美味しい、これみんな大好きアイスクリーム。アイスだって、アイスクリーム1週間分とレッドステラをプレゼントだって。なんか私はレッドステラはショールームアワードの選出基準の一つとなりますって。みんな大好きがなんだかわかんないけど、去年はサーティワンでした。美味しかった。ごちそうさま。明日って平日だからさ、6時半開演なんだね。私てっきり土曜日かと思ってた。タラタタタラタタタラタ。え、パピコの梨絶対食べ、梨が好きだったら絶対食べた方がいい絶対、もう絶対、あの本当に美味しかった。マスカットも甘かったけど、私マスカットより梨が好きかも。わかんない、今めっちゃ疲れてるからもう最高ってなってるけど、普通の時食べたらあれなんかな、うまーって感じ。今はもううまーって感じうまーって、なんでこんな美味しいものが存在してるんですかって感じ。うまっ。ご飯食べてすぐお風呂入るの気にしない方なんですかって。確かに私ね、意外とね、もう時間がもったい、私今多分ソファー行ったら寝ちゃうんですよ。そうだけど、本当はお風呂すぐ入ろうかなと思ったんだけど、あのお風呂入ったら私もうこんな感じになっちゃうから、もうペコペコでご飯食べながら配信にしました。あ、明日の配信はショールーム夜終わってから、公演終わってからにしようと思うので、公演終わりで明日は、朝はしません。
配信元探しに行きますだって。いいよそんなわざわざ家出るのめんどくさくない？今外出中だったらいいけど。私先週ぐらいに買った、ファミマで買ったかな、ファミマ。サクレの梨が美味しいですだって。へえ、サクレってなんだっけ。セブンに売ってますかだって。わからん。でもこれスーパーで見た気がする。私でもなんかコンビニによって売ってるアイス全然違うよね。え、サクレって何？優しさのまさか。サクレ。ああ、私これ好きです。でも最近食べないかも。これの梨が美味しいんだ。パイン美味しそう。私パイン好きなんだよね。美味しそう。サクレ、美味しそう。私これちっちゃい時食べてたよ。ちっちゃい時ってか、ゲネプロお母さん来ないんですかって。来ません。頑張って出て連絡が来ました。わあ、当たり、おめでとう。買いだめしてますだって。じゃあ私も今度買いだめする。セブンに行ってるブラックサンダーのアイスが好きですだって。ブラックサンダーの、ああ、私前食べたあれ美味しいよね。最近見ない気がするけど、見てるのかな。パイナップルのチューハイ飲みますって。わあ、もうすぐだってみんな。お風呂が私は呼んでいますので、そろそろ終わりにしようかなと思いますまた逆上がりが終わったらゆっくり話しましょう。お母さん面してゲネプロに入りたいですだって。私もうゲネプロが世界で一番嫌いなんです。あの本当に嫌だ。あのもうメンバー見てることが嫌だ嫌なんですけど、やんないとダメなので、いろんなスタッフさんやね、あの皆さんの前に、皆さんファンの皆さんの前でより良いものを見せるために頑張りますので、はい、明日は。そう、苦手なんだよね私。あの目撃者の時に久々にゲネプロやって、あ、改めて嫌だわと思ったんだけど、でもみんなファンの皆さんのねために、ファンの皆さんの前で一番いいもの見せられるように精一杯頑張ってきますので、よろしくお願いします。そう、恥ずかしい。だからファンの人は来ちゃダメですダメです。頑張ります。ほい、ではアイテムもいっぱいありがとうございました。みんなのおかげでなんとアイスが達成できたので、この夏はみんなからのアイスで、はい、乗り越えられそうです。ピー、自分も定時で終わるように頑張りますって。頑張って。何の髪型にしようかな。こんなんも可愛いけどな。
こんなんも可愛いな、久々に。はい、もうでも終わりにします。頑張ります。ありがとう、アイテムいっぱい読めなくてごめんなさい。ありがとうございます。13位がボーダー、12位がヒデさん、ごめんね、ヒデさんだ、ヒデキュー、はじめましての方だね、ありがとう、ヒデさんって呼ぶね、今日から。ありがとうね、ありがとう、ヒデさん。11位がニシプー、10位がヒシミラコ、9位が赤いグリフォン、8位がハリ、7位がフラン、6位がガオ、5位がヨリカ、4位がノブリン、3位がスモークタン、2位がハチボのてっちゃん、1位がニャオンでした。ニャン、タワーありがとう、ニャンニャンニャン、ありがとう。ニャオンがタワーをくれました。ニャオンなのにクマのタワーをくれました、ありがとう。はい、皆さんもいっぱいいっぱいありがとうございました。ありがとう、遅くなっちゃったんですけどね、ありがとうございました。今からはメールを書いてお風呂に入りたいと思います。ではおやすみなさーい。バイバーイ。ありがとうね。おやすみ。